続いて小さなものでも大きなものを投げることができる代表的な技巴投げを紹介したいと思います。ただ巴投げをかけすぎると姿勢がどんどん悪くなりますので、できるだけ上達した状態、上達した選手が行うことが効果的かと思います。それではやってみます。まずは基本的な巴投げです。右同士に組んで左足を踏み込みます。右足で相手の帯の結び目に足を当てて投げます。もう一度やってみます。左足で踏み込みます。右足で相手の帯を狙って足をかけ、実践的には相手の動きに合わせて投げることが肝心かと思います。私は左組でしたので、喧嘩四つの場合お互いこちらに動くことが多くあります。その時には相手の動きに合わせて巴投げをかけました。左と左の相四つの時にはお互いこう動きますので、その時は投げる方向を変えます。釣り手の位置も引き手にこう持ち替えます。マス攻め技の基本的な巴投げと、実践的な右へ投げるのと左へ投げる、この3つのパターンを覚えていくと上達が早くなるかと思います。右足で相手の帯の結び目に足を当てて投げます。喧嘩四つの場合お互いこちらに動くことが多くあります。その時には相手の動きに合わせて巴投げをかけました。左と左の相四つの時にはお互いこう動きますので、その時は投げる方向を変えます。